自転車に乗って大きなジャンプ台から空中に飛び出す大迫力のトリック。オリンピックの正式種目 BMX の屋内練習場がおととい大垣市にオープンしました。実はこの場所、並行した小学校の体育館なんです。このように校歌も飾られています。今年3月、大垣市立土岐小学校は少子化などの影響で児童の数が減少し閉校。150年の歴史に幕を閉じました。今までありがとうございました。ありがとうございました。大垣市立土岐小学校の閉校を宣言する。閉校式が行われた体育館、その場所が練習場に生まれ変わりました。150年続いた土岐小学校、それが終わって BMX パークになるのではなく、150年の歴史があって、その151年目からは BMX パークになるんだっていう、ストーリーでやっていこう。で、見てください、あの校章、多分土岐出身の方だったら分かると思うんですけど、土岐小学校の時のロゴ、あれをそのまま残してやることにしました。パークの代表高木俊夫さんは地元岐阜県出身の BMX 選手。日本でこの競技を長く牽引してきましたが、東京オリンピックでは惜しくも補欠に回りました。もっと本格的なコースがあればもっと強くなれるという気持ちが練習場を作る原動力だったといいます。新しい練習場で走った感想は、全部がでかくて、でも本当にオリンピックみたいな会場でした。室内だと響きがすごいので、あれめっちゃ声援が耳に響いて、やるしかないって気持ちになります。雨降ってても風吹いてても問題なく練習できるんで、すげえ毎日乗れる環境でいいなと思いました。大きなジャンプを決めた小学3年生の将来の夢は、いつも人がそんなにいないからテンションが上がらないけど、人がいっぱいいるからテンション上がって決めました。将来の夢はありますか？オリンピック。子どもたちが口にしたオリンピックという言葉に高木さんは、地域の人がむちゃくちゃウェルカムなんで、それが一番嬉しいですね。もしここから日本代表とかオリンピアンが出たらむっちゃ嬉しいです。